こんにちは、さくえです。今回の動画はね、だいぶめちゃめちゃかな、いやだいぶ真面目な動画なんで、面白いのを求めてる人っていうのはね、他の動画に行かないでほしい。はい、ということで、タイトルとかにもある通りですね、今後の動画の方針的なものについてね、話していきたいと思います。うすうすみんな気づいてんじゃないかな、俺って今さ、登録者5万人いるじゃん。5万人今んとこいるじゃん。で、5万人いたらさ、結構再生数とかもさあるわけじゃん。コメント数とかも、最近の動画に関してはね、再生数がもう4桁いかないときバリバリにあんのよ。で、4桁いっても1400とか、もう2000とか、2000もいかないときもあるのよ、全然ね。だからさ、もう登録者の割に再生数がえげつないぐらい低いから、もしかしてさ、昨夜さんやめちゃうんじゃないのってね、多分うすうす思ってる人いると思うのよ。だからね、そういう人たちにちょっと向けての動画でもあるんだけど、俺今後の YouTube ね、やめるかやめないかで言うと、絶対やめない。いや、絶対やめないよ、俺は。最近ちょっと終わりが近いんじゃないかってね、ちょっと不安になってきた人もいると思うのよ。そのコメントとかリプランとか見てもさ、あまりそういう、なんつうんだろうね、ことを書いてる人がいなくて、あまりっていうか全然いなくて、ただでもなんか心配してくれてる感もあるのよ。ちょっと出てるのよ、リプとかね、ツイッターの方で。だから本当にね、俺が辞めちゃうかもしんないってね、不安になってる人も多分いたと思うんだよね、俺に言えずに。だからね、もう今回言えてよかったんじゃないかなってね、思ってます。で、俺がなんでこんな固くね、絶対に辞めないって言えるかっていうと、俺ね、めっちゃね、 YouTube 大好きなの。もう見るのも好きだし、投稿するのも大好きだし、あとはさ、ここでね、俺が自分の判断で辞めてしまったら、今応援してくれてる人に迷惑かかるなとか、悲しい思いさせちゃうのが、もう絶対嫌なのよ、それは。登録者と再生数ともにさ、めちゃめちゃこう減ってきてるわけですよ。ただそんなね、クソみたいなね、理由でね、やめたくない、絶対に。もうそんなしょうもない理由でね、YouTube をやめる気にもなれない。気持ち悪い、そんなとこでやめたら。っていうことでね、俺はね、やめないっていう理由でもあるんだけど、まあもちろんね、その環境によってはどうしてもね、自分で判断してやめてしまわないといけないことっていうのね、人によってはあると思うのよ。どうしてもなんかインターネット使えなくなったとか、もうそもそも動画投稿スケジュール的に絶対できないみたいな、まあそういう場合はまあ仕方ないとは思うんだけど、もうそういうの俺ないから、特にね、今のところ、もう絶対続けるから、よろしくね。でね、さっきも出てきたんですけど、登録者も減ってるって言ったじゃん。これ多分ね、みんな知ってるのかな、どうなんだろうね、よくわかんないんだけど、2ヶ月前にですね、俺は5万7700人ぐらいいたんだよね、登録者が。で、今見たらですね、5万5900とか、そんな多分感じになってるんですよね。でね、本当に1800人とか、まあ増えてる人たちもいるだろうから、まあそれを考慮して、まあ1800人ぐらいって言ったんだけど、で、今までね、俺の動画をね、一回でも見てくれたね、人だったと思うんですよ。だからもうね、そのね、解除した人たちにもね、ちょっとね、もう今までありがとうございましたってね、もう俺は言いたいわ、本当に。もう届かないと思うけど。もう卒業式ですよ、卒業式。俺の動画から卒業式ですよ。はい、てな感じでね。まあ、ベラベラ喋ってみました。何分ぐらいになったんだろうね。結構長い動画になっちゃったから、ごめんね、その辺は。で、最後にね、今後の動画の方針、もう最初言ったか、これ。まあ、今後の動画活動についてもね、ちょっと話していこうかな。このまま終わったらあれなんでね、なんか消化不良な感じなんで。まあ、話すと、もういつも変わらず、いや、変わらないわけではないか。ちょっとゲーム実況ね、ジェーム実況って言いそうになったのも今。ゲーム実況多めの、なんか、あれにしていきたいなって思ってます。なんか、プレイ動画よりも実況の方がね、なんか声あって、ちょっと面白い。自分もやってて面白いし、見てる側もプレイ動画よりは、こう、面白みは、ね、ためになることにはならないとは思うけど、面白みはあると思うから、まあ、今後ね、ジェーム実況、また言っちゃったな。
ゲーム実況をね、まあ、多めに頑張っていけたいなと思います。まあ、アンスタヒップマイもですね、1回ほどやったんですけど、またね、2も出したいですね。はい、ってな感じでね、今回終わろうと思います。結構長く長く入ったね。長々喋っちゃったねって言おうとしたんだけど、にゃかってなっちゃった。はい、ということで今回はね、こんな感じで終わろうと思います。もう最近鼻炎がひどくて、鼻炎。